はい、どうもこんにちは、ダニエルです。今日ですね、出身大学別の年収ランキング、高収入の大学はここだっていうところで、平均のですね、年収、出身大学別のランキングっていうところで送っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。その他このチャンネルでは就活転職ランキングネタ、皆さんに有益な情報をお届けしてます。はい、ということでですね、今日はオープンワークさんが出している、出身大学別の平均年収、30歳児の年収が高いトップ30大学っていうところで送っていきたいと思います。早速ですね、30位から21位、こちらです。ドン。はい、30位、青山学院大学、30歳児の平均年収554万円、29位、横浜市立大学、28位、明治大学、27位、東京薬科大学、26位、首都大学、東京、25位、中央大学、24位、京都工芸繊維大学、23位、筑波大学、22位、同志社大学、21位、大阪市立大学っていうところですね。ここら辺は30歳児の平均年収が550万円から570万円っていうところですね。大体ですね、どこも聞いたことあるような国公立、まあ名門どこの私立っていうところですね。はい、続いて20位から11位です。20位、名古屋工業大学、30歳児の平均年収572万円。19位、大阪府立大学575万円。18位、北海道大学582万円。17位、東京理科大学583万円。16位、電気通信大学583万円。15位、九州大学585万円。14位、防衛大学校595万円。13位、横浜国立大学595万円。12位、東北大学595万円。11位、上智大学600万円というところですね。はい、上智大学になると30歳児の平均年収がだいたい600万円というところですね。新卒で入って、まあ、5、6年してちょうどですね、600万円ぐらいになるかなみたいな、そんなぐらいの見込みか、ま、かなっていうところですね。防衛大学校に関しては、まあ、国家公務員みんな なるルートなので結構高めっていうところですね。はい、じゃあ肝心のですね、10位から1位こうなってますと、10位、神戸大学、30歳児の平均年収610万円。9位、大阪大学611万円。8位、名古屋大学614万円。7位、国際キリスト教大学614万円。6位、早稲田大学625万円。5位、東京工業大学649万円。4位、京都大学675万円。3位、慶應義塾大学687万円。2位、一橋大学697万円。1位、東京大学763万円というところですね。はい、こうなってます。1、2、3、4、東大、一橋、慶応、京都大学と、はい、結構名門どころが並んでるっていうところですね。ここら辺ですね、1、2、3、4、5位あたりになると、一気に600万円台中盤から、もう東京大学になると700万円台中盤までなってますね。かなりですね、伸び幅のレンジっていうところですごいなっていうところですね。はい、で、40歳児を仮に見てみるとですね、東大、一橋、東京工業大学は平均で1000万円を超えてると、はい、45歳児でいうと1位から5位の大学、東大、一橋、慶応、京都、東京工業大学に関しては大体どこもですね、平均年収1000万円を超えているような感じですね。なので20年後、大学を卒業してから20年後ぐらいで、同窓会やると、まあみんなですね、平均年収1000万円を超えているような感じですね。はい、まあここら辺年収に関しては結構学力、まあ偏差値とのですね比例があるかなっていうところですね。日本大学とかですね、社長輩出数が日本一っていうところではあるんですけども、平均の年収で見た時にですね、やっぱりですね、学歴との相関はかなりあるかなっていうところです。ということで今日は出身大学別の年収ランキング、高年収の大学はここだっていうところでお送りしました。よろしければチャンネル登録をどうぞ。今日もありがとうございました。